入園式や入学式にこの髪型いかがですか？皆さんこんにちは、渡辺です。今回は入園式入学式におすすめのヘアアレンジのご紹介です。結構可愛くまとまってないですか？ほんと作り方が結構シンプルで、まあ工程的には本当に3工程ぐらいでできるアレンジになってます。で、一応ね、入園式入学式って言ったんですけど、例えば結婚式だったりとか、どっかでね、自分でちょっとヘアアレンジやらないといけないっていう方にも結構おすすめのアレンジになります。で、髪の毛の長さに関しては本当にミディアムだったりとか、まあそうですね、胸上ぐらいのラインから、まあ、胸下のロングヘアの方が基本的にはやりやすいかなと思います。まあ普通にね、この辺で結んで、例えばお団子とかにできる方に関してはまとめれるアレンジかなと思いますので、ぜひね、これからの季節使えるアレンジになりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずブラシで全体溶かしていきます。引っかかりがなくなるようにしっかりと溶かしておいてください。次に両サイドの髪の毛を後ろに持ってきて、真ん中でゴムで結んでいきます。で、ゴムで結んだら、ここに空洞が空いてるので、一度くるりんぱしておきます。この時ね、ちょっとギュッとしてあげると、ここがギュッと締まりますので、毛先を引っ張るようにしてください。下の髪の毛をすべてまとめてゴムで結んでいきます。で、ゴムで結んだら、下の部分を、毛先の部分ですね、ちょっとお団子状にしていきます。で、お団子にしたら、このくるりんぱの中にこのお団子を入れ込んでいきます。こう、毛先とかも全部入れ込んでいきます。意外とこうやって入れ込むと、このままで少し止まってくれます。で、次にこういうかんざし、何でもいいので、まあかんざしみたいなアクセサリーを、お団子の部分とこの根元の髪の毛を両方挟むように留めていきます。ちょっとね、斜めに留めてあげる方がバランスがいいかなと思うので、今回はこういう感じで留めます。あとはね、少しね、形を整えて、で、ほんのりルーズ感が欲しい方に関しては、全体の髪の毛を抑えながら、こう、少し引き出していくんですけど、こう、引き出した時に、こう、引き出しやすいところだけ出すようにしてください。あんまりね、無理やりやってしまうと、形がちょっと歪になってしまうので、引き出した時に引き出せるなっていうところだけやって、もうもし引き出しがもうやりたくないっていう方に関しては、このままね、こうやってバランスを整えるだけでも形はすごく綺麗になるかなと思いますので、その辺はね、お好みでやってみてください。で、全体的に形が整ったら、こんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じで、仕上がりました。結構ね、ほんとシンプルな感じのアレンジかなと思います。こうやってね、引き出したりとかもするんですけど、華やかにしたい方に関しては引き出してもいいかなと思うんですけど、普通にシンプルにまとめたい方に関しては、こうやって引き出さなくても、この形を整えるだけで大丈夫かなと思いますので、ぜひね、皆さんやってみてください。で、やっぱりこういうヘアアレンジね、一回この動画見ただけじゃやっぱり難しいので、何度かね、見返していただいて練習をする。で、そうするとね、結構簡単にできるかなと思いますので、ぜひね、皆さん練習してアレンジ覚えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。